皆さんこんばんは。白猫プロジェクトのお時間です。前回に引き続いてディバインドラゴンズサガ第8話ね。で、今回はクリア条件が特定の敵の全滅、助っ人が倒れずにクリアか。もうそろそろ終盤だよね、きっと。そこそこの難易度になってくるんじゃないかな。さて始めようかね。あ、マジでこれは火吐くんじゃないぞ。よし、ナイス。おーっと、うっそ。本に切るよ。違う違う。ちょっとこれは助っ人が倒れるとダメなんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。手間かけさせやがって。見てらんないね。ちょっと邪魔くさいの多いね。あー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 あああくそ、それはそれは意地悪だな。開いた。火吐くんじゃないぞ。あ、マジで、あいつ倒すたびにミノ湧くの。やだわ。そんで一応、念のために、念のために、念のためにね。ああ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 あ、さん、よー、なかなか狭い場所であいつ出てくると厄介だね、あのドラゴン。あ、そうか、サブミッション助っ人生存させないとダメなんだね。しょうがない、後でもう一回やるか。はい、じゃあ一旦止めてから続きいきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。